ですけど、うん、あのもうバルセロナ、うん、もう僕の家はずっとバルセロナ、はあはあはあ、試合をこう、まあ、多分お父さんとかが、うん、こうやっぱいい映像を見るのが大事みたいな、はあ、まあ、サッカーやってたわけじゃないんですけど、お父さんはそれじゃなかったの、野球でしたね。だから一番最初に好きになった選手はロナウジーノで、はいはい、ずっと真似してて、うんうん、で次はメッシになって、はい、あのプロ入ってからもそれ思ってたんですよ。自分でももしかしたらトップ下の方が向いてるんじゃないかなと思ってる時もやっぱあって、はい、監督にちょっと言ったりした時もあったんですよ。で2年前ぐらいに、まあ、自分のやっぱ適性は来ないなっていうのはちょっとやっぱ思いましたね、はい、今じゃあそのリカルド監督はで適性をボランチに見出したっていうのはどんなところからだって自分では思います。そんなところ、まあ、縦パスを通す、はい、あの感じがでも出して動くっていうのがやっぱ増えたと思います、うん、圧倒的に。でもそれってよく言うじゃないですか、パス&ムーブとかって、はい、でもこう何ですかね、やってたんですけど、うん、徳島の時もやってたんですけど、それがよりこう前向きのアクションっていうのは増えたのかなっていうのは思いますね。だからこそこう、何ですかね、ゴール前に顔を出す機会っていうのも増えると思いますし、あのサポーターの皆さん含めこうクラブ全体でこう戦っていくっていうことは本当に大事になってくると思うんで、まあ、もうシーズンまだまだありますけど、こう長い期間みんなでこうまとまって戦っていけたらなと思うんで、スタジアムでできるだけの一体感を出して、あの頑張っていけたらなと思うんで、ぜひまたスタジアムで応援よろしくお願いします。